というわけで発表します。今回お手伝いで最も貢献したユニットは全員引き分け。そんな、あんなに褒めてもらったのに。技術点と演技構成点の詳細な内訳を求めます。よくわかんないけど、さやの勝ちだったと思うよ。めぐちゃん、さすがにそれは苦しいよ。自首しよう。引き分けったら引き分けだよ。私がルールなの。国産牛、国産牛。でも、どうするの？引き分けの場合は。それは考えていなかったのね。各自自由時間。え？ちょっと汗かいたから先に温泉入ってくるね。引き分けの時のルールはその後で発表します。考えていなかっただけなのでは？本当は今いてもいいんだけどね。でも企画ってドキドキワクワクが必要なものだし。というわけでまた後でね。あ、国産牛が逃げた。実際どうなんでしょう。と、ルリノさんに聞くのはルール違反ですか？ううん、全然。だってルリも何も聞いてないし。メグちゃんってコート決めたらかなり突っ走っちゃうからな。タレントになった時も、スクールアイドル始めた時も、何でも一人で決めちゃうっていうか。え、ルリノちゃんもしかして結構苦労人？それこそ全然。だってメグちゃんはいつだって誰かのために頑張ってるんだもん。ルリはそういうメグちゃんのことが大好きだから。人のためにあれがですか？せっかくだし、お部屋に戻って一休みしましょうか、カホさん。あ、はい。じゃあルリもお風呂行ってくるね。ええ、ではまた後ほど。行きましょう、すずり先輩。すずり先輩？メグは優しいと思うよ。それは？僕たちのこともきっとライブに出してくれるだろうから。それ、確信があって言っているわけじゃなくて、もしかして願望ですか？大丈夫、きっと出してくれる。だからそれが願望って話ですよね。いいお湯だね。極楽極楽。メグちゃん、極楽ってどういう意味？それは、すごく楽って言葉を略したんだよ。へぇ、すごく楽、すごく楽、極楽、極楽。あんま略せてなくない？昔の人の考えることはよくわかんないね。そっか。ねえ、メグちゃん。え？いや、知ったかぶりとかじゃなくて、由来はもしかしたら諸説あるかもだから、一概には言えないかもだけど。そろそろ話してほしいな。それって？藤島めぐみは何を企んでいたのか、そのすべて、計画の全貌は。めぐちゃん、ダメ？
メ。ああ、もう、わかったってば。そんな目しないでよ。やったー、さすがメグちゃん。ほんとルリちゃんに弱いな、私。でもまあ、いろいろ協力してもらったしね。実は、実は？やっぱやめた。なんで？なんか改まって言うようなことじゃないし、本当はもともと3ユニット全部ライブに出られるってこととか、豪華な料理もみんなちゃんと食べられるってこととか。え？そうなの？うん。旅館の人はそう言ってくれた。でも、普通にライブ出るだけじゃつまんないかなって、私が勝負ってことにしたの。だって、せっかく3ユニットもいるんだから、お互いに競い合った方が、もっともっとスクールアイドルとして成長できるじゃん。メグちゃんはみんなのことを思って。そういうんじゃない。でも、それだったら最初から、みんなのやる気をファイヤーさせるために勝負しようって言えばよかったんじゃ？わざわざ隠さなくても。だって、実際やってみて小杖と綴りをボコボコにした方が、ほらお前らふぬけてるからだぞって言えるじゃん。私もその方が大勝利して気分いいし。そういうことだったか。大納得。そんで、結果がイーブンになっちゃったんだね。イーブンっていうか、負けてたけど。あいつらも、必死になればそれなりにやれるってことでしょ？まだまだ目が離せないけどね。とにかく、私のいるスクールアイドルクラブなんだから、世界一を目指して頑張ってもらわなきゃ困るの。だって、私の夢は、ここで世界を夢中にさせることなんだから。ルリちゃん、くれぐれも勘違いしないように。これは全部私自身のためにやったことだからね。うひひ。今度は何ですか、大沢ルリノさん。なんでもない。キュルルー。かな、かな、かな。